え？あなた、ちょっとお隣に行ってくるわね。はい。行ってらしんのすけ父ちゃん、それは？ちょっとな。買ったの？結構高くてな。いや、母ちゃん知ってるの？いや、これは父ちゃんが少ない小遣い貯めてやっと買ったもんだし、何買おうがミサイには関係ないし。じゃあなんでコソコソしてるの？コソコソしてないよ、父ちゃん。いや、そのなんだな、もしこれをミサエに見られたりしたら。またゴルフクラブ買ったの？同じようなのいっぱい持ってるじゃない。あなたにお小遣い渡しても結局無駄遣いするだけで、来月から半分にします。そしてこれは没収。今夜の鍋の具にします。父ちゃんの中の母ちゃんってどんだけ怖いの？お前は経験ないのか？え？俺はそんなこと。またこれ？母ちゃん！もう一回、もう一回、もう一回、もう一回！ダメよ。もう一回、もう一回！確かに。いや、それお前の金じゃないじゃん。父ちゃんは自分の金で買ってるんだし。ふうふう。ああ、そうだ。なあ、しんのすけ、ここは男同士、父ちゃんを助けてくれないか？おお、助ける助ける。でも。どうした？いや、父ちゃんはそれを手に入れられてよかったなって。オラも欲しかったな、アクション仮面ゴールドカード。よし、なら父ちゃんがそのアクション仮面ゴールドカード買ってやろう。うわそれを言うなら太っ腹だろ。そうとも言う。I love you。 ただいま。おお、早かったな。ちょっとお土産受け取りに行っただけだから。で、何やってんの？いや、そのしんのすけとかくれんぼでもしようかとな。で、誰が鬼？1、2、3、4。何やってんだか。じゃあ、しんのすけ、俺はこれを2階に隠す。2階に隠す。え？何？2階に隠れるのは反則だぞ。ねえ見て、おばさんにもらったお土産。ああ、そうか。あなたどうかした？いや、なんでも。ほら、ゴーフルよ。おー、ゴールフ。ゴールフじゃなくてゴーフルよ。食べよ食べよ。父ちゃん、早くそれを2階に隠れ。わあ、しんのすけ、何か面白いテレビやってないかな。飛ぶ飛ぶ、飛びすぎる。こんなに飛んでお値段たったの99,800円。うわ、ゴルフクラブってあんなにするのね。そうだな、あんな高いの買うやつの気が知れないな。じゃあ、おやつの用意するわね。まあ危なかった。いや、危機一髪でしたな。お前のせいだよ、お前の。あ、そうだ、
コーヒーがいい？紅茶？俺はコーヒーかな。俺は昆布茶。あなた何してるの？いやー、しんのすけがアクション仮面ごっこがしたいって言うからさ。おう、ほっほっほっ。そっか、よかったわね、しんのすけ。コーヒーと昆布茶ね。はあ、腕がつるかと思った。父ちゃん、今のうちだぞ。お、でもない。あなたどこか悪いの？え、どうして？さっきからなんとなく様子がおかしいから。そんなことないけど。ねえ、あなた、ここまでか。挙動不審ね。そんなことないよ。わかった。あなた浮気してるのね。テレビで言ってたわ、既婚男性の7割以上が浮気してるって。あなたもその7割だったのね。許せない。違うよ、俺は7割じゃなくて3割の男だよ。え、何それ。わあ、ごめんなさい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 。いやーね、あなたが自分のお小遣いで買ったんでしょ。だったら私にダメなんて言う権利ないじゃない。浮気に比べたらそんなこと大したことじゃないわ。浮気するほど解消ないしね。お前は黙ってろ。うん、そうだな、そうだよな。これは俺の小遣いで買ったんだもんな。じゃあ父ちゃん、約束通りオラにアクション仮面キラキラゴールドカード。分かった分かった、そのカードって出る確率が1000回に1回なのよ。あ、何それ。さあ今日はキラキラゴールドカードが出るまで回すぞ。え、これはゴルフクラブ買うより高くつくわね。